はい、ヒシスタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日もですね、いろんな角度から光を当ててみようというテーマでお送りしていきたいんですけど、今回はレイチェルを被写体として、撮っていきたいと思います。で、ごめんなさい、動画なんですけど、オープニング音取れてなかったので、ちょっと自宅でね撮影させてもらいました。で、本編はスタジオで撮ってますので、興味ある方は見ていってください。はい、じゃあまず一発目はもう地明かりで撮影したいと思います。ストロボなしの状態ですね。この状態でレイチェル撮りたいと思います。いきます。はい、こんな感じですね。地明かりですね。スタジオの自然光を拾って撮影しました。シャッターがね8秒です。まあ今三脚で固定してるんですけど、絞り8で ISO100 この設定で撮りました。じゃあこっからはですね、ストロボをオンにして撮影していきたいと思います。シャッタースピードは125分の1まで戻してレイチェルを撮っていきたいと思います。まずはですね、こっからいきましょう。右斜め上45度ぐらいですね。この辺りから光を当てて撮っていきたいと思います。じゃあ行きます。ちょっと明るかったですね。ちょっとだけ遠ざけます。よいしょ、これぐらい。もう一度撮影します。行きます。こんな感じですね。これが右上斜め45度から撮影しました。非常に綺麗なグラデーションが出るんですよね。斜めから当てることによって、写真なんですけど立体的に人物を撮影することができます。斜め45度っていうのも結構基本的な光の当て方になります。顔の右側に光が当たってて、顔の左側にちょっとね影が落ちてますよね。当てる位置をねどんどん変えていきたいと思います。じゃあもうちょっとねサイド気味から当てていきたいと思います。これぐらいかな、60度ぐらいですかね。60度ぐらいの角度で光を当ててます。いきます。このように少しだけね奥目から撮影することによって、影が落ちる面積がね増えましたよね。これがさっき撮ったレイチェルなんですけど、今撮った写真がこれです。だいぶ影の落ち方が強くなりましたよね。メンズを撮るときに結構適してると言えます。女性をこの角度で撮ってしまうと結構ねゴツゴツっとした印象になってしまいますし、女性特有のね柔らかさが消えてしまうので、メンズ向きのライティングと言えると思います。ただこれが女性の撮影には使えないっていうことではなくて、逆にねこういう力強い印象を出したい時には効果的なポジショニングになります。続きまして、もう真横から当てましょうか。はい、これですね。これぐらいです。レイチェルの右側から当ててます。はい、いきます。はい、こんな感じになりましたね。レイチェルの右半分だけに光が当たって、左半分はもうほとんど影ですよね。顔の中心から分断されてますよね。右側が光当たってるんですけど、左側が影になっていると。よくね自分はこう半沢ライティングって呼んでるんですけど、半沢直樹のドラマの中で結構こういう極端なね陰影のきついライティングを施してるなっていうイメージがあるので、自分はこのライティングを半沢ライティングって勝手に呼んでます。このサイドからね当てることで、もう本当に重厚な重いシリアスな雰囲気を醸し出すことができるんですよね。ちょっと想像力をかきたてますよね。何かしでかそうみたいなミステリアスな、そんなイメージのライティングになってます。このライティングねあんまりしません。作品撮りとかで影をね活かして撮影したい場合はこういうライティングは有効的かもしれないんですけど、あんまり使わないライティングになります。じゃあ今度はですね、後ろ斜め45度ですね、これぐらいの角度からレイチェルを当ててみたいと思います。じゃあ行きますよ。ちなみに露出は変えてません。いきます。はい、こんな感じですね。もう顔の一部分ですね、後ろ斜め45度から光を入れているので、もう鼻先ここにしか光が当たってないですよね。あと髪の毛のエッジの部分、ここに強い光が当たってて、あと他はね影になってしまってます。よくね漫画とかのラスボスとかでねこういうライティングをしますよね。でこうするともう表情もわからないし、こうシルエットしか見えないんで、人物をはっきり見せたくない時によく使われる手法ですね。同じ被写体でもライトを当てる位置によって全然見え方が異なるというところですね。はい、じゃあ今度はですね、真正面に来てみましょうか。真正面ですね。グググッとカメラの真後ろぐらいから当てましょうか。正面です。いきます。ちょっと暗かったですね。もうちょっと近づきよう。カメラがね干渉してギリギリまでしか行かないんですけど、はい、この距離で撮ります。いきます。ノーファインダー。
はい、こんな感じですね。非常にフラットなライティングですよね。レイチェルの顔に影がね落ちてないですよね。若干こういう鼻のエッジだったりとか、この涙袋あたりとか唇のね下の部分とか、そういったところには若干影が落ちてるんですけど、まあ、基本的にフラットな印象になりましたよね。表情が変わりますよね。これが斜め45度、これが60度ぐらいですに比べてフラットに当てることで印象がねガラリと変わります。これライティングなしバージョンと似てますよね。これは後ろの方からね自然の光が漏れてるので、ライティングの方向だけで見ると同じ方向から光が当たってるので似たような雰囲気にはなるんですけど、光質が全然違いますよね。これ自然光で撮ったんですけど、自然光の光質とこのライティング、ソフトボックス付きのライトの光質っていうのが全然違うので、見え方自体は違うんですけど、ライトの向きですね、光の当たる向きに関しては非常に似通ってます。面白いですよね。はい、じゃあ今度はですね、ライトを当てる高さをね変えてみたいと思います。この正面は正面なんですけど、顎を下げて高さを上げましょう。これぐらいの高さで、はい、これぐらいの距離ですね。全然見えないですね。ちょっとこっちのカメラのアングルも変えます。要はこんな感じですね。上の方から光を当てます。正面上斜め45度って感じですね。じゃあこの位置から当てて撮ります。いきます。はい、正面は正面なんですけど、ちょっとだけ上から当てることでさっきのカットと比べると影がねできましたよね。例えばレイチェルのこの頬の部分ですね、両頬に影が落ちましたし、首に乗ってた影もちょっと伸びましたよね。これが1個前でこれが今、違いますよね。立体感が増しましたよね。2つ並べてみましょうか。このような感じです。これがちょっと上から当てたライトですね。これが真正面から当てたライトです。頬だったりとか首の下だったりとか、この鼻筋だったりとか、こういうところに影がね落ちることで、より立体感が増しました。面白いですよね。もうほんのちょっとだけライトのアングルを変えるだけでこのように印象が変わってきます。じゃあ今度はですね、もっと近づいてほぼ真上からレイチェルに光を当てたいと思います。ちょっと角度調整しますね。ちなみにこのライトスタンドはアベンジャーっていうね、もう鉄の塊のようなライトスタンドになってます。こんだけね頑丈なライトスタンドを使わないとなかなかねこういう重たい機材は耐えれないので、しっかりとしたねライトスタンドが必要になってきます。もうちょっとだけ角度調整します。よし、これぐらいの角度からレイチェルを当てて撮ってみたいと思います。もうほぼ真上ですね。ほとんど真上です。この状態でレイチェルを撮りたいと思います。いきます。はい、こんな感じになりました。1個前のと比べるとさらに陰影がきつくなりましたよね。頬に落ちる影だったりとか首に落ちる影がもう一つ濃くなって陰影感が増しました。まぶたあたりに落ちてる影も濃くなってるので、だいぶ重たい印象になりました。ただ髪の毛のハイライトは明るくなりましたよね。これは当てるアングルを上にすることによってヘアに当たる光がね一番近いのでハイライトが明るくなりました。ハイライトだけじゃなくて髪の毛全体の色も明るくなりましたよね。このように印象をガラリと変えることができます。3枚並べてみましょうか。こんな感じです。これ真正面、これちょい上、これがほぼ真上ですね。右のレイチェルの方がキャッチライトがね隠れてしまってるんですよね。一番最新のやつはキャッチライトっていうのはこの目の中に映り込んでる光源ですね。光源が映り込んでることをキャッチライトって呼ぶんですけど、これが一番最後のカットは上から当てすぎてソフトボックスの映り込みが隠れてしまってることで死んでるような目になってしまうんですよね。このキャッチライトが入ってるか入ってないかでもう表情がね全然変わってくるんで、ここら辺もね大事なポイントになってきます。面白いですよね。ライティング一つでこのように印象をガラリと変えることができるので、ライティングってめちゃくちゃ面白いんですよね。もうこれしか言ってないですけどね。はい、というわけで今回はいろんな角度からレイチェルに光を当てて取り比べてみました。で、前回はねこの箱をいろんな角度から光を当てて取り比べてみたんですけど、ライト一つでねガラリとね印象が変わるんですよね。人物だろうが物だろうが関係なくねガラッとね印象を変えることができるので、ライトっていうのは非常に大事な要素なんですよね。これね風景も同じなんですよね。写真を始められる初心者の方々ってカメラとかレンズに重きを置きがちなんですけど、それと同じぐらい重要なのがこの光なんですよね。光を意識しながら撮影に臨んでみてください。数学みたいにね正解が一つだけでは
ないので、ぜひね、いろんなライティングを試してみてください。でその中でこういうテイストが好きだなとか、こういうテイストは自分には合わないなっていうのが見えてくると思うので、どんどんね、いろんなライトを試してみてください。はい、というわけで今回は以上になります。それではさようなら。